皆さんこんにちは、 S&C ベースの岡です。そしてプロゴルファーの杉原彩香です。そして第3弾ですね、今日も S&C 株式会社の長谷川明子さんに来ていただきました。よろしくお願いします。早速いきますか。はい、早速長谷川さん、今日は何でしょうか。はい、VBT というトレーニング、はいはいはい、今結構いろいろなところで始まってきてまして、はい、バーベルの速度を測る、はい、でそれを元にして負荷を決めるというものなんですけども、それのデバイスで、はい、まあ、今すごく人気のある、はいはい、を本日はご紹介させて、はい、今手に持っている商品でしょうか。はい、こちらですね。ちっちゃいですね、はい、ケースもちっちゃいんですけども、はい、中はもっとちっちゃいです。おお、このサイズの、はいはい、加速度計とジャイロスコープが入った VMAX Pro。 VMAX Pro、 はい、プロ。でこれは、その機能的に言ったらプッシュと同じイメージなんですかね。加速度計のセンサーでバーベルに直接つけてバーベルの速度を測る、はい、ことがメイン。はい、でそれが最新のアップデートで、なんと自体重のジャンプを計測できるようになりましたので、はいはい、まあ、よりプッシュの使い勝手に近づいたかな。はいはい、で取れるそのデータの中身も、まあ、今まで従来 のプッシュで取ってたデータよりちょっと濃いというか。そうですね、より詳細な分析が、はいはいはい、特になんかこう今までとこういうところが違うっていうのはあるんですか。RFD、はい、レートオブフォースディベロップ、力の立ち上がり率という項目が取れたり、あとはジャンプの、はい、まあ、今まで連続ジャンプの RSI という、はい、地面についてる時間と飛んだ高さの比率だったんですけども、それが、飛んだ高さも高さだけで出ますし、設置時間、はいはい、もうそれだけで出る。あ、今までそれはなかったですね。そうですね、 RSI だけが出る感じ、はいはいはい、なるほど。じゃあ今まで撮ってたものがよりこう出てた数字が、この辺の細かい数字が取れて、まあ、より分析しやすくなったということですかね。はい、まあ、何よりそのサイズですよね。これこれだって直接バーベルにつけるんですか。はい、その中に磁石が入ってますので、こうカチッとつけて、で iPhone、iPad などのアプリで分析をする。はい、これ面白いですよね。本当にこのサイズだったら自分で持っていって、まあ、プッシュでもね、別に持ち運びはしやすかったんですけど、よりさらに持ち運びがしやすい道具として、むしろ紛失に気をつけていただきたい。つけ忘れね、はい、ありがちでしょうね。じゃあ実際使ってみて、まあ、どういう数字が出るとか、はい、どんなことがその数字から読み取れるかっていうのを、また彩香に協力してもらいながらやっていきましょうか。はい、じゃあ2人ともよろしくお願いします。お願いします。では、VMAX Pro の、はい、仕様なんですけれども、まずアプリと、アプリの中で Bluetooth 接続をすることができます。うん、はい、今ちょっとキャリブレーションがあったんですけども、これで全ての面を読み込ませます。こうすることによって、バーベルなど空中にあっても、どの向きがしっかりどの向きを向いているかというのが正確に、はいはい、分かります。精度を上げてるんですね。そうです、測定の正しい向きを認識させて、うん、バーベルにはこのように磁石を作ることができます。そして種目を選んで、連続ジャンプの場合はドロップジャンプという種目を選びます。でその他に垂直跳びであればカウンタームーブメントジャンプ、はいはい、でアスリートを選択して、無料アプリでは3人まで登録することができます。うんうん、今日はテストという選手でいます。それでは、ジャンプ系の種目ですね。ジャンプ系の種目の場合は腰につける必要があるので、まあ、ベルト状のものにケーブル、スリーブを巻いてもらう形でもいいですし、これは以前あったプッシュですね。プッシュのジャンプベルトを使用します。まあ、動かなければいいってことですね。そうですね、腰に固定できればRSI の測定、10回です。そうですね、分かりました。もういいですか。はい、いきます。OK です。 RSI はセット平均では 1.52 で、
まあ、ジャンプの高さが32センチ、うん、設置時間の平均は、0.2 秒くらい。おー、はい、で、まあ、RSI が例えばいろんな選手測って同じでもここが中身が違うと、うん、トレーニングによってよりジャンプの高さ伸ばした方がいいと、はい、あとは設置時間をもっと短くした方がいいっていうようなそういう細かい、うん、じゃ今回の数字でいくと、はい、課題としてこれを数字を高めていくとすれば、はい、まあ、どちらかというと設置時間がやや長いかなという感じなので、うん、設置時間の課題ということですね、はい、これちなみに日本語の表記はないです、ないですね、はい、OK です OK です、じゃあ次はでは垂直跳び、これも腕なしでいきますか、これありです、なしでいきます、なしで、はい、これ1回だけですね、1回だけです、いいですか、はい、いきます、今ジャンプ高が38センチ、先ほどのリバウンドジャンプとそれほど違いが良くないということでしょうか、あの思いっきり溜め込んでもそれほど高さが良くないですよね、そうですね、でこれも実はカウンタームーブメントジャンプの方も RSI が、この RSI は先ほどの連続ジャンプの違って、はい、まあ、研究などでは RSI モッドと呼ばれる変形反応筋力指数という指数なんですけども、これはしゃがみ込みの、この動き出しから踏み切りまでの時間、はいはいはい、と高さの比率になります、うん、この数字はどうだとどうっていうのがある、この数字、まあ、高ければ高いほどより短い時間の動きでより高く飛べるという、はい、まあ、例えばバレーボールの選手であったり、はい、サッカーのヘディングであったり、はい、相手よりも後に動き出しているのに高く飛べるっていう、まあ、そういう競技力により直結した、なるほどですね、まあ、ジャンプだとこの、まあ、当然高さであったりベロシティ、はい、ベロシティなど、まあ、細かく見れますよね、はい、今までなかった、そうです、ね、指標が、これはまあジャンプで見れる指標ですかね、はい、じゃあスクワットの方も行ってみましょうか、はい、ね、ではですね、まあ、トレーニングというよりは少し分析チックにやっていこうかなと思います、はい、バーベルの重さを入力してこのカメラモードで撮っていこうと思います、うん、3回ぐらいでいいですかね、そうですね、はい、普通の VVT のデバイスだと、まあ、このようにアベレージベロシティですね、あの動作の平均速度などが分かるんですけれども、まあ、ここに RFB、うん、ここの記録ですと1回1回の立ち上がり、3回目の方が平均速度は少し高いですけれども、RFB という意味では、動き出しのところで2回目の方が高いです。それ以外にもいろいろ項目がかなり見ることができます。これが速度と高さのグラフ。これすごいですよね。これが、もう今セットが終わった瞬間に映像とデータが同期されています。なので、立ち上がりのところでバーベルの速度がここからどんどん上がっていって、一番力が加わっているところから、ピーク速度が出ているところとかですね。ピークの速度が伸びきる直前に。これがもうちょっと早いところで出てると後半の減速局面が長いというようなことになりますので、まあ、これができるだけ動作後半に出るようにしたり、あとはまあちょっとバイメカ的な分析なんですけども、パワーと高さでピーク速度が出る少し前にピークパワーが出る、こういう分析が、その分析ができることによって、はい、どんな
あれが分かるんですか、フォームの、はい、そうですね、例えば同じ重さで上げていてもまずはこの速度の上がり方などですね、はい、とかで、同じ重さ同じ回数でもこのスタートから緩やかに上がっているっていうようなことが分かれば、まあ、もう少し爆発的に上げたりというような、その上げ方の質ですね、スタートのところでしっかり速度が急激に上がるような上げ方ができているかどうか、はい、っていうのと、あとはバーベルの軌道も見ることができますので、はい、そういったところのフォームの分析すごい。これが 3D のバーの軌道です。すごい。今までには、今までもこのピークの、はい、ピークが出ましたもんね。ピークも、そうですね。平均も出ますし、ここがなかったんですよね。そうですね。RFD であったり、先ほどの。あ、そうかそうか。グラフとこの写真を照らし合わせるって、別々でね、別の画像とあのアプリを、そうです、合わせないといけなかったですね、はい、これがもう終わった瞬間に1レンズずつ、しかもコンセントリックだけを切り取った映像がすぐに出る。これはすごいな、こんなの賢すぎるもんな。なのでセット感でしっかり確認がする。うん、確かにいい数字が出てる時の上げてる感覚というのを見ることもできます。お疲れ様でした。ありがとうございました。今回もありがとうございました。また、今までとは違う数字をね取れて、まあ、特にね、細かく見れるっていうところは面白いですよね。そうですね。で実際になんかもうスクワットやってみて、まあ、今ねプッシュを使ってやってるんですけど、はいはい、まあ、プッシュに出なかった数字もね見れるし、そうですね、あれすごかったですよ、画像動画とそのリンクしたグラフが出るの。そうよね、あれを一瞬でこう、ね、解析して、しかも余計 な, このなんか、ね、動作中の足場とかしてるのは省いてくれてっていうのは、まあ、便利っちゃ便利ですよ ね, そうですね。あんなのなかなかね自分で切って貼って照らし合わせるってできないんで ね, そうですね。あの数字を、まあ、見ながらトレーニングの、まあ、動作の何ですか、上がる軌道であったりその加速度を見て重り重量であったりを変えていくってことですよね。そうですね、まあ、今まで VBT でその数値から重さを変えてたところで、まあ、あのフォームが乱れてしまったり、その上げ始めがゆっくりになってしまうような重さっていうのが使ったり、はいはい、いろいろ発見はあった。ああ、そうかそうか。それによって、まあ、今までとは、まあ、なんですか、説得力があるってことですよね。そのこの重さにする説得力が今まで以上に出たということですね。これってもう販売してるんですか。そうですね、販売自体はもうすでに始まっているんですね、はいはいはい。じゃあこの詳しい、ね、内容は概要欄に貼ってありますので、まあ、興味のある方は、まあ、そちらから確認していただいて、なんかね質問とかあれば長谷川さんの方に連絡してもらえばいいんですよね。はい、はい、そうですね、それはね僕もちょっと買いたいと思います。使って僕は自分のジャンプをもう少し改善できればなと。38はちょっと低いですよね。そうですね、あの RSI の連続ジャンプとそれほど差がなかったおかしな話ですよね本来あれだけ溜め込めばもっと。そうですよね。それがまあ伸びしろが足筋力も低いということでよろしいでしょうか。はいちょっと頑張らせていただきたいと思いますので、またその成長も見守ってください。じゃあ今日はこれで終わりましょうかね。はい、皆さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。さあ